毎週いろんなゲストの方をお迎えしてお送りする劇点ゲストルーム。今週のお客様は声優の清水愛ちゃんと坂本美里ちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。今日は3人ゲストで。あれそんな感じ。なんか見たことあるね、この3人。あれあるね。なんとなくね。お、うん、なんとなくあるでしょ。はい、うん、あります。なんとなく繋がってる気するよね。ね、どの辺がへその音か。そうそうそう、いや違うから。そんな乗っちゃったし。そんなに近かった。めっちゃ愛ちゃんの顔バーン。ジャフンみたいな顔。みたいな。愛ちゃんはね、以前来てもらいました。そうだよね。はい、はいはい、というわけで、うん、坂本ちゃん、はい、はじめまして。どれ、はじめまして。誰も初対面ないから。初対面は画面上の。あ、はじめまして。そうか、こっちははじめましてじゃないけど、はじめまして。はい、びっくりした、びっくりした。というわけで、今日はもう坂本ちゃんのことをいじり倒す。もうどんどん声優になろうと思ったきっかけ、ですね、私は最初は実は歌手になりたかった。歌い手になりたかった。そうなの。本当はなりたかったんだけど、ちょっといろいろあってちょっと歌うのは無理だなと思って、それでなんかいろいろ友達と喧嘩したりとかいろいろしてるうちに、なんとなく友達、声優好きな友達と仲良くなって、そういうことが繋がるのか。そうそう、それでまあなんかいろいろあって声優を目指す。いろいろがいないの。いろいろちょっと大雑把すぎるから。はじめましての人いっぱいいるから。はい、だってもうさ、すごいよ、愛ちゃんと涼子が2人で突っ込んでるから。どういう感じ。なんか聞いてる。違うの、3人で喋ると一番の姉ちゃんのはずなの。そう、いつもね、仕切る役だったんだけど、ね、やっぱり本質的にボケだから必ず突っ込まれるっていう、進行しながら突っ込まれてるみたいな。だって今初耳なことがたくさん飛び出して。びっくりしたよ。本当、うん、そうなん、いろいろなところ、いろいろ。とりあえずが喧嘩の発端はなんか喧嘩か。そこまで戻るの。あ、そこ別にいいんじゃないの。なんか言いたくないこともあると思う。そうだよね。いや、喧嘩をして言うのかよ。今日は正解だね。超絶だもんだって。なんか、うん、だってさいがさんとかにだったら、そう、今日はなんかそこに突っ込まないのよ。いや、あ、それはほら相手にもよるじゃないですか。私よりちょっとボケてる子がいるから。坂本ちゃんだと。子がいるからだって。で、なんだっけ、喧嘩のところ。喧嘩をして進めてくれたの。入っちゃうが今。はいはい、落ち込んでいるところに、はい、声優さんがアフレコをしている声優さんがテレビに出てて、それを見て普通に、あ、声優に なりたいなというか、私は目指すだろうなってそこで直感で、それまではあんまりアニメとか全然見なかった。え、ちなみにそれはどなただったんですか。あ、分からない、外画のやつで、もう声優さんなんて全然分からない時に見たの。どなたかなんだかよく分からないですけど、ビビッときちゃった。ビビッときて、ね、それからいろいろアニメとか声優さんとか調べてみて。あ、じゃあもともと別にアニメが本当に好きでとかってことではなくて、逆、うん、です。実は神の啓示だ。ガーンと。え、じゃあそれで3人の出会いは専門学校。専門学校が同じで、うん、クラスはみんな違うんだけど、うんうん、え、でもそうだ、うん、2、3、4。どんなことって分からない。2、3、4なんだけど、2、3組、4組だったんだけど、あのさ、みんなのみんなのっていうか、まあそれぞれお互いの第一印象とかっていうことで。あ、聞きたい。覚えてる。うん、私は覚えてる。ちょっと坂本ちゃんやってみて。涼子はなんかやたらピンクな人だなって思う。あれ相変わらず。そう、なんかジャージとかピンクだったよね。ピンクだ。すごい。なんかで、あと先生がすごいお気に入りだったから。それでなんかこの涼子可愛いんだよとか言ってて。誰？涼子ちゃんだ。どこの先生が女子の。でもね、でもね、そう言ったら多分ここ3人みんなそうだわ。なんか変な意味で目立ってる。変じゃないよ。変じゃないよ。なんで？愛はクラスで目立ってたよね。目立ってないよ。なんかお人形さんみたいな子がいるっていう。でも有名だった。うちのクラスでもすっげー可愛い子が3組にいるって。それが愛だったの。じゃあみんな、うちらでも涼子ちゃんモテるらしいよ。ちょっと待って。あの
そんな褒め物とかいらない。多分ね、お金の譲渡があるんで。袖の下の方だったもん。お互いの事務所間でなんかあれ、あとでケーキ1個ケーキ1個でいいのか、入っちゃうなんだっけ、まあいいか。でそれで3人が出会って、でラジオとかも一緒にやってたんだよね。そう、うん、初めて会ったのくらいその時だ。そうそう、3人で一緒にね、うん、行って、うん、ユニットだったんだよね。ユニットではないよね、あの頃は。ラジオ番組のアシスタントみたいな、うん、なんかワンコーナーで喋るみたいなやつで出て、うん、そこで指令をなんかクリアするチャレンジャーみたいな立場 でユニットを組んで CD を自分で作って出せっていうのから、まあ、そこがまず指令であって、そうね、うんうん、それでね、そこからまあきっかけで、うん、ほんでラジオとかやらせてもらって。そうなんだ、うん、じゃあそれこそあの一番最初にその歌をやろうと思ってやめたって言ってたけど、うん、歌を歌う機会が出てきちゃったね。つながってますね、いろんなところで。お二人は歌やりたかったんだってのは気づかなかった。知らなかった。結構、あ、本当、結構すごい生真面目な生徒さんっていうイメージだったから、いつも台本とかすっごい書き込みして泣きながら、これわかんない。この芝居はみたいな感じで結構真面目な感じだったから、すっごい役者志望なんだと思ってて、まさか歌手志望だなって初めて聞いた。最初はそうだった。でも確かに一番なんか歌に対する姿勢は最初からなんかちょっと仕事っていうかプロっぽかった。バリバリで歌って踊るもんね、みさとちゃんって。振り付けも自分でやっちゃうの。全部考えちゃう。しかもあれなんだよね、ちょっとダイエット効果がある振り付け。お母さん、すごい、すごいの、兼ねてるのとか言って。そうそうそう、すごい。これは腰とか言って。そう、覚えたい。覚える。すごいの。やる、今度やる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 。で作詞もしちゃうし、ね、あ、何普段からそういうこと、音楽系のことも好きだし踊るのも好きとか、そういう。踊るのはまあ元々モダンバレーとかちょっとやってたぐらいだけど、その今はいろいろライブとかで作詞をしたりとかして、ライブ活動をちょっとしたりとかしてます。ドラマとかも書く。そう、書くの。台本、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 めっちゃ長くて何の本だ。台本、台本、台本。イベントで披露したり、朗読劇で披露したりとか、なんか CD に収めたりとか。詩を書くのはすごいね、よく書くの、うん、結構毎日書いてる。あ、そう、うん、それは初耳。いろいろなんか知らないことばっかじゃん。聞きよかった、聞いてる。そんな感じです。じゃあそろそろ激レアグッズを。